第三章。その明くる日、川島屋の御家おしげは大変な手紙を受け取りました。最初は気持ちの落ち着かぬ時でもあり、使い屋風の男が店先へ放り出していったのを何心なく拾い上げて、そのままタンスの上へ置きましたが、お昼の食事に店から居間を抜けてお勝手へ出ようとした久之助が見つけて、おや、ご新造さんへ来た手紙じゃありませんか。そう注意してくれたので、つい取り上げて結び文の封を切ったのです。ふーんと良い墨の匂いがして、手紙は半紙で2枚、美しい首席とは言えませんが、精一杯に念を入れた右肩下がりの癖の強い細かい文字で、御前様を見初めてから10年余り、寝ては夢、覚めてはうつつといったような世にも生めかしく怪奇な文字を並べた末、お蝶は人質として預かりおき申し候。お蝶を愛しとおぼしめさば、御前様お一人にて今宵4つ頃、清願寺境内までお越しくだされたく、お目文字の上10年の積もる思いを申し上げたく、といった途方もないことを書き連ねた上、紙の一番終わりの折り目に、たった三筋ほどですが絹のような細かい柔らかい毛が封じ込んであったのです。まあ、お茶の毛。母親のおしげにはたった一目でそれが行方知れずになった娘お蝶の毛であることが分かりました。どうしよう、私はどうしよう。おしげの狂乱は目も当てられません。日頃のたしなみも忘れて、手紙に封じた三筋の毛を頬ずりしながら、ひた泣きに泣くばかりです。どれどれ、何を言ってきたんです。ちょいと私に見せてください。少しあっけに取られていた久之助は、おしげの膝の下から難問の手紙を拾い上げて読みました。こんなバカなことが、ご心臓、まさかこんな手紙を真に受けはしないでしょうね。久之助の冷静な頭には、この手紙の裏に秘められた恐ろしい悪意の奇形がはっきりわかるような気がするのでしょう。でもその髪の毛はお蝶の毛にそう言わない。私はどんなことをしてもお蝶を助けなきゃ。そんな無分別なことを言わずに、やはり池田大輔様か源太親分に相談してみてはどうです。そんなことをしたら止められるに決まっているじゃありませんか。そのうちに万一お蝶の体に間違いがあったらどうしよう。おしげのこの無法な決意を思い止まらせるために、久之助はとうとう番頭の金次郎まで引っ張り出しました。金で済むことなら驚きはしないが、姉さんが体を持っていくのは乱暴だ。そいつは世間への聞こえも悪い。死んだ兄になり代わって私が不承知だ。いつにない番頭の金次郎がそればかりは厳重に反対するのです。その間に日が暮れて夜になりました。お勝手でおしまいをしていた下女のお市が、あれ、こんなところに手紙が、と一文不通の悲しさ、それがどんな恐ろしいことが書いてあるとも知らずに、昼店先へ放り込んだと同じような結び文をおしげの部屋へ持って行ったのです。その手紙を見たおしげはもう誰にも見せようともせず、騒ぎ出しもしませんでした。四つ少し前から身じまいをして、たしなみの薄化粧を済ますと、自分の家へ久之助を呼んで、お気の毒だが、この手紙を今すぐおすき屋橋のお南奉行所へ持って行って、池田様を長屋に届けてください。人を頼んで間違いがあってはいけません。本当にすみませんけれど、久之助さんがご自分で言ってくださるように。くれぐれも頼むのです。ご新造さん、私が出た後で外へ出るようなことはないでしょうね。それは大丈夫よ。では行ってまいりますが、くれぐれも外へ出ちゃいけませんよ。それでは番頭さんへ申し上げて。いいえ、金次郎さんへは
私から申しますよ。と言われると争う余地もなかったので、久之助はしぶしぶながら家を出かけました。ちょうど四つ、十時の鐘が鳴っております。第四章。美しい後家のおしげは久之助の後から家を出て、それっきり帰らなかったのです。話は前後しますが、久之助はおすき屋橋役宅の池田大助お長屋を叩いたのは四つ半前、11時前。三宅坂で辻斬りにあった話を聞いて虎ノ門へ回ってきました。夜分は物騒でかないません。そんなことを言いながら出した分厚な手紙、封を切ってみると中から現れたのは、おしげが今日受け取った2通の手紙に添えて、おしげの筆跡で、こう言われてみると私はやはり娘を奪い返すために出かけるほかはないと悲壮な決心が綴られているのです。おしげが受け取った無名の手紙2通のうち、お市が取り継いだ後の1通には、今夜清願寺境内へ来なければ気の毒だが、お蝶の命はないものと思ってもらいたい。そうでなくてさえお蝶はもう弱っている。あのままそっとしておいても明日いっぱいは持たないだろう。これは脅かしや冗談ではない。その証拠には10年前お前から来た手紙を1本封じ込んでおく。この手紙を見たら私が誰だかよくわかるはずだ、と最後的な恐ろしい文句が書いてあるのです。もっとも封じ込んだ手紙というのはおしげが抜き取ったらしく、大助のところは来ません。万一母親が飛び出しては大変だ。これでは癖者の罠に落ちるようなものだ。さあご苦労だがすぐ引き返そう。え、池田大助は久之助を先に立てて赤坂新町に飛びました。お美濃に言いつけて八丁堀に人を走らせ、夜中ながら源太に赤坂新町まで来るように言ってやったことは言うまでもありません。池田大助の本能はこの三通の手紙のうちから恐ろしい事件の急迫を感じたのです。その急迫した気持ちのうちでも池田大助は、虎ノ門は夜店が出ているだろう。今晩はこんぴら様の縁日だから。え、大層にぎやかでございました、などと暇すぎる問答をしながらかけております。大助は近道を寄って四半時とたたぬうちに赤坂新町に着きましたが、その時はもうおしげは出かけて留守。番頭の金次郎と下女のお市は久之助に叩き起こされてただうろうろするだけです。ついそばの清願寺の境内でしばらくは迷子を探すような騒ぎをやりましたが、もとよりそこにおしげがうろうろしているはずもなく、美しい後家のおしげがこうして完全に姿を隠してしまったのでした。まもなく駆けつけた源太も鏡をして悔しがりましたが、どうにもしようがありません。やっぱり目当ては綺麗な後家だったんですね。それにしちゃ手数のかかった細工じゃありませんか。女を口説くのに子供をさらってかかるなんざ、安しべの筋書きだ。野暮な野郎じゃありませんか。そんなことを言ったところで留飲を下げるまじないにもならなかったのです。とにかく大助は夜中ながらおしげの里方市ヶ谷まで人をやって、おしげが嫁に来る前の身持ちからおしげを狙った男のことを念入りに調べさせました。あのキルヨだから、おしげさんとでなくっちゃと言ったのは随分たくさんありましたよ。その中で命までも投げ出しそうな騒ぎをしたのが3人。一人は四谷見附の酒屋で笹屋の若主人小三郎、それから市ヶ谷の浪人者で宇月要、もう一人は神楽坂の遊び人で伝吉という孤独でもねえ男。この三人のうちの一人ならどんなことでもやりかねません。これは下っ引き2、3人を使った源太の報告です。そのうちに夜が明けて第4日目になりました。大助は疲れも眠さも忘れて一生懸命に何か考えておりましたが、ともかくもその三人を調べさせてくれ。昨夜四つ時分に家を出たものはないか、近頃そわそわしているのはなかったか、
三人のうちにまだ独り身でいるものはないか、いやそれよりお蝶と近づきになっているものはないか、もう一つ四日前の夕方どこかへ出かけたものはないか、下っ引き三人でも五人でも借り出して念入りに調べるんだ。え、それからその三人の名前と蝶どころを書いていってくれ。お前が書けなきゃ久之助に頼むがいい。大事な控えだ。こうして四日目の日の出とともに池田大輔の活動がようやく軌道に乗ってきました。